株やってるの？株やってますよ。だって今月プラス300万です。え、そんな買ってんの？はい、コツコツ。コツコツ。バンクオブイノベーションのこと知らないんですか？バンクオブイノベーションね。はい、久々のゲーセク。まあまあまあ、そうで。え、あれを買ってたの？買いましたね。まあ、僕は入ったの遅いんですけど、僕もあれですよ、8000、9000何本とかですよ。だから、2日、S 高2連して、寄らずで、で、4倍値幅になった初日に結構バンって下がったところで買いましたけど、うん、今年のプラス？今年はプラスになりましたね。ちょっと前半がね、僕、去年がめちゃくちゃダメやったんですよ。その一昨年が、コロナから戻ったじゃないですか。うんうんうん、あれ、めちゃくちゃの時ってやりやすかったんだなっていうのは、僕、知らなかったんで、うんうん、あの感じで翌年やったら、ボコボコにされて、1000万ぐらいなくなりました。それで、今年また取り返してきてる。取り返してきてる。おー、すごいね。一生懸命頑張ってもメジャーリーガーにはなれない。いや、それなれるんですよ。株は絶対なれますよ。でもね、やってないの、ね、よ。俺の友達がね、はい。遅れ、買ったことあるけど。あ、あります。遅れって言っちゃったから、もういい。やっぱしまったの。なんとか。いや、やめますか、みたいな。オープンっていう人がいてね。いや、いいや、もう。すごい、たくさん持ってた時に、はい、すごい減っちゃったの。はい。そっから彼が引っ越して、はい。友達とも1年間、俺でも一回も会わず、一回も会わず、人里離れたのに引っ越して、事故物件に引っ越して、事故物件に引っ越して、ほんと千人モードって俺は呼んでんだ。とにかくお金を一切まず支出を減らして、すべて株に集中した。全部すごい。千人モード。でも1年間、その何回やっても今ちょっとやるときみたいな返信しか来ない。で、1年か1年半後に会ったらもうびっくりしたよ。本当に。しげこ、もう、そんな時間すら経済1000人になってたの。うん、どうしたんって言ったら、いや、本当に、その、家を一歩も出ないから、コンビニに行くときが出ないから、家を全く沿ってないって言ってる。やば。まず1000人でしょ。俺はそこから1000人モードって言ったんで、人間ね、あそこまでやると、勝ちますか。ああ、なるほど。そこからまた僕トレーダーになった。ああ、すごい。そう、僕トレーダーになって、帰り際行く。手前ぐらいでようやく会えた。だからそれまで出てこなかった。いや、そのぐらい。まあ、そうか。それを聞かされると、もう、そら、いや、お前らのやってるなんか、いくらやっても勝てないんです、みたいな。持ってる目が、いつ損切りしたらいいんですか？いや、もうその答えが出へんって、やってへんやろな。順張り派ですか、逆張り派ですか。ああ、そういうのもないですね。イメージとして、なんかそういう、順張りとか逆張りっていう概念が、まあ、ないので、例えば、上がってる株があるじゃないですか。で、まあ、冷やしてこうやって上がってますと。今日一日下がりましたと。で、ここで買うのは、この上がってる株の押し目買いしてるから順張りっていう人もいれば、もう今日下がったから逆張りっていう人もいるじゃないですか。なので、順張りと逆張りの定義も多分曖昧だと思うのと、まあ、どちらかに固定する必要が全くないと思ってるので、何でもやりますかね。それを考える必要性もない気がしています。イメージとしては、なんか、柳のような、こっち行きそうだったらこっち行くみたいな、こっち行きそうだったらこっちに倒れるみたいな感じで考えています。初心者の方って特にそうなんですけど、何か決めがちなんですよね。ルールを、一個の勝ち方を、があれば一生勝てるみたいな感じで、これこれこういうルールの時に買ってこういうルールの時に売れば未来永劫勝てるみたいな、そういうの、まあ、存在しないと思ってるので、あんまりそういうのを考えると逆に狭まっていっちゃうんですよね、手法とか戦法みたいなのが。でそうなると、それじゃない時代、それがたまたま、じゃあ簡単に言うと上昇トレンドがあるじゃないですか。でその時に買いを中心の何かしらそういうルールを作ってやれば通用、それはしがちなんですよ。で、それがじゃあ1年間なりましたと。1年間ずっと上昇相場でした。その時にルール、作ったルールがめちゃめちゃハマりました。でもそれは、たまたま1年間上昇相場だったからハマってたっていう可能性があるわけです。でもそれを、じゃあ次の年にすごい下落しましたと。でその時に同じルールで、ここまで下がったら何%下がったら買うとか、こうなったらこうするみたいなことを考えてても、
全く同じルールでやっても真逆のただ全体が下げただけでめちゃめちゃ負けたりとかってするんですね。なのでその自分の勝手なルールとかを固定しすぎると、そうじゃない、それが通用しない相場になった時に、たちまち勝てなくなりますし、それに気づかなくて、今はまあちょっとブレでなってるだけだろうみたいなので全部飛ばしてしまうとか、僕が始めたぐらいの時にすごい、新興マザーズがすごい上がってたいい時期があったんですね。で、その時にライブドショックとかで、崩れたりして、したんですけども、その時って、すごい短期で100万円を1億円みたいな人ってすごいいっぱい現れたんですよ。で、それがカリスマトレーダーみたいに言われて雑誌とかテレビとかに出てみたいな時があったんですけど、まあ、ほとんどの人がその後消えていったんですね。っていうのもやっぱり短期間でそれだけ増やしたっていうことは、それだけレバレッジをかけたりリスクを負ったりしてたんですけど、それプラスたまたまめちゃめちゃいい、めちゃめちゃ上げ相場に対応しててすごい増やしたっていうことは、その上げ相場にめちゃめちゃレバーかけてみたいなことをしてた人が多分多かったんですね。なのでそこから下落相場になったらレバーかけてる分すごい勢いで減っていって、でもその人はその1年とか2年しか経験がなかったので、その対処法もわかんないし、その1年で増やしてきたその100万円を1億円になってとかってメディアにすごい取り上げられてみたいな自負があるので、そのスタイルをもう変える気にもならなかった。もちろんこの1年間で上がってる間にも、もちろんジグザグしながら上がっていきますから、悪い時はその局面局面はあったわけですよ。なので、きっとそれなんだ、みたいな、きっと今一瞬ダメだけど、それは、上昇全体的に、去年も凹む時期はあったな、みたいな感じでやっちゃうと、どんどん減っていって、ゼロになってから気づくみたいなことがよくあったんで。なので、最初の方にルールを作るとかっていうのは、すごい大事だったりするんですけど、それ以降は逆にそのルールが守れるようになって当たり前になったらルールを外していくっていうのが大事な気がします。だから僕は今はルールは特にないので、もちろんやってはいけないこととかっていうのも体に染みついてやらないので、ルールとも思ってなくて当たり前にやらないこと。皆さんも生きてて、例えば赤信号を渡らないじゃないですか。車がブーンブーン走ってるとき渡らないじゃないですか。それはもうルールとしても染み込んでるから、勝手に赤い信号を見たら足止まりますよね。そんな感じに当たり前にしていって、最初はわかんないので、もちろん幼稚園のときとかってその信号が何とかとかもわかんないので、まあ幼稚園わかるかな、わかんないので親に教えてもらって赤信号は止まれみたいになって、で、ルールを覚えていって、で、そのうちそのルールが体に染み込んで当たり前のように守るようになるっていうのは、どの世界でも一緒なんで、そういうふうに訓練していってもらえればいいんじゃないでしょうか。はい。今でも気を抜いたらやられるって感じありますか？はい、そうですね。今でも気を抜いたらやられるでしょうね。気を抜いたらっていうか、もうちょっとでも緩んだら勝てなくなると思ってるんで、まあ、もともとが緩いんですけど、これ以上緩めるとみたいな感じあります。ただまあ、株の世界、僕は株で、まあもちろん FX とか、あと仮想通貨ですか、今、いろんなやつがあるんですけど、基本、まあ、甘いのはめちゃめちゃ甘いと思うんですね。どれかでっていうか、その、普通に生きてて、じゃあ10億円、1億でも10億でもいいんですけど、貯金しようって思った時に、まあ、どう考えたって、普通にじゃあ、働いてとかなると、まあ、無理があるじゃないですか。特に10億ってなったら、まあ、貯めれないじゃないですか。それはもうサラリーマンとかやる限りは、まあ、一生10億貯めれないんですけど、で何があってなると10億貯めれる仕事って自分で会社とかやるか、すごいスポーツ選手になるか、すごい歌手になるかとか、すごい芸能人になるかとか、まあそれもめちゃめちゃ薄いと思うんですけど、いざまあ投資の世界になるとそのハードルとか人口って多分めちゃめちゃ多くなるので、あとやっぱりその歌とかそういうのってもう持って生まれたものがめちゃめちゃ大きいじゃないですか。そのスポーツ選手にしたって、野球選手とかサッカー選手ぐらい、サッカー選手でも日本では無理だと思うんですけど、まあ、海外のサッカー選手とかでも持って生まれて体が大きくないととか、運動神経がめちゃめちゃ良くないととか、努力だけではどうしたって無理なものがあって、それをじゃあ大人になって18歳とか22歳とか学生終わるときに考えたとしても絶対間に合わない世界だと思うので、
ってなると、もう本当、それぐらいしか、もう起業するか、投資するかぐらいしかないと思うんですね。その起業、じゃあ起業と投資ってなった時に、じゃあどっちの方がいいかっていうと、もう圧倒的に僕は投資の方が可能性は高いし、簡単だと思うんですよ。っていうのは、起業して、その大きくなると、いろんな従業員さんいっぱい雇うわけじゃないですか。いろんな、付き合いとか取引先がどうとか、いっぱいあるわけですよね。そうなった時に、じゃあ飲食店やってました。飲食店いっぱいチェーンやりました。で、その時にコロナが来ましたってなっても、わ、コロナ来た、危ない。これやばいって思っても、どうしようもできないんですね。じゃあ明日からもうやめますみたいな。解散しますって、やっぱりできないじゃないですか。いっぱいいろんな人関わってるし、従業員の方もいますし。なので、何かバッてなった時に、やめれないんですよね。時代もやっぱ変わっていくじゃないですか。流行り廃りあるんで。なので、こういう授業やってますみたいなんで、すごい成長しても、じゃあ違う競合他社来ましたとか、もう新しい、全然新しいサービスが始まりましたっていう時に、ずっとこれをやってきたから、パッと変われないとか、難しいところって多いと思うんですね。なので、ただね、それが投資だと、もうすぐ変えれるんですよ。顔をやってると、じゃあ、すごい、飲食店に投資してました。上場企業の会社の飲食店にすごい投資してました。コロナ来ました。もちろん株価下がって、ちょっとは損しますけど、まあ、損はするけど、でも、1日で撤退できるんですよね。撤退しようと思います。そして、じゃあ、コロナになって、すごい、こっちの業界は困るけど、逆にこっちの業界は需要が増えるんじゃないか、みたいな。何でもいいですよ。簡単に考えると、じゃあ例えば Uber とか出前館とか、ああいうのがもっと増えるんじゃないかとか、って考えたら、1日で業態変換っていうのがすぐできるわけですよ。あ、もうそうしたら半日でできるわけ。こっち打ってこっち買うだけなんで。なので、めちゃめちゃ投資の方が有利だと思うんですね。なので、どっちの方が、じゃあ10億円貯める、1億円貯めれるってなった時は、僕的には事業をやるよりは、投資の方が全然いいと思いますし、それは性格にもよるんでしょうけど、僕的にはもう家いて、誰を雇わなくても、上司もいなくて、部下もいなくて、まあ、それを寂しいと思うかどうかは人それぞれですけど、まあ、別に友達は遊ぶ友達がいればいいわけですし、なんかそれで、なんか何億とかってめちゃめちゃいいんじゃないかな、みたいな感じで思ってます。はい。